第54回の桜花賞です。春の光が差し込んだパドックに18頭がすでに勢ぞろいをしております。先ほど映った12番のローブモンタントが一番人気を集めています。さあ、それではその18頭をご紹介していきましょう。解説は大坪さんにお願いします。よろしくどうぞ。1番のオグリローマンです。458キロでプラス4キロ、この馬どう見えますか？はい、今日はね、ふくらしてますよ、体が、ですから体調面は確実にこの搬送の中では今日は一番いいんじゃないですかね。初戦あたりはちょっとから元気だけだったんですかね。2番のグッドラックスター、462キロプラス4キロです。アネモネステークスに勝っていますが、いかにもね、力はパワーでこけますような体型ですね。試合もなかなかいいですね。3番のミストラルアゲンは420キロで上限はありません、この馬ですね。それから4番のゴールデンジャック、438キロで今日はプラス6キロですが、この馬が4歳牝馬特別に勝ってるんですね、中京で。そうですね、全体的なムードは、ね、非常にこうバランスが良くていい感じなんですが、なんか首差しあたりちょっとね、まだ弱いなって感じを受けるんですかね。それから5番のアイアムフェアリーです。今日は440キロでプラス2キロでの出走になっています。続いて6番のリスクフローラです。430キロで増減はありません。4歳牝馬特別で先ほどのゴールデンジャックの2着に入った馬です。それから7番のツインクルブライド、抽選最後の1頭に滑り込みましたね。428キロでマイナス4キロです。それから8番のメローフルーツは去年の札幌三歳のチャンピオンです。今日は426キロで増減はありません。ちょっとこううるさいところ見せてますね、今メローフルーツが。そうですね、気合やそれからちょっとこう仕草なんかかなり機敏にはなってるんですかね。デビュー当時からそう大してこう体型的な意味ではね、成長してないというか変わってないんじゃないかなって私に印象を受けるんですよね。目下のところ素質で走ってるんじゃないですかね。名手岡部騎手が騎乗しますがどうでしょうか。それから9番は地方出身です、エンゼルプリンセスです。442キロでプラス2キロでの出走になります。10番がノーザンプリンセス、この馬も関東馬ですが、人気を集めていますね。430キロでマイナス2キロ、ノーザンプリンセスどうですか？はい、お腹の作りはね、ノーザン、その独特のその牝馬のね、ちょっと巻き腹でね、薄く見えるんですよね。ですが、割と胴詰まりでしてね、しっかりした馬体の作りはしますね。気合なんかどうなんでしょうね。これはまだジョッキーまたがったら変わると思いますね。はい。それから11番がスリーコースです。この馬がおそらく逃げると思うんですが、448キロで増減はありません。そして12番がローブモンタント、一番人気に支持されております。田原騎手が騎乗します。458キロでマイナス6キロでの出走です。堂々としてますね。牝馬の中にね、期間に行った男前1頭入っているようなムードですね。全然茶化ついたところないですね。そして2人引きで2人を引くような感じの機会ですね。非常にいい顔した馬なんですよね。さあ、それから13番の天山豊見てみましょうか。はい、今日の天山は中京戦よりはね、気合乗りが変わってきましたね。やはり追い切りを少しハードに今回やりましたね。その効果が出てるんじゃないですかね。今日は434キロでマイナス2キロです。それから14番のながらクラッシュ、422キロでマイナス4キロですが、体はなんかお腹の辺から体全体こう幅が出たような感じに横から見ると見えてますね。やはり新幹線あたりの時は歯代わりとかそういったこともありましたね。かつては雲の弱かったこともあるんですよね。そういった点が解消されたせいか、何かまあゆったりとしていい感じで歩いてますね。よく見えるというところでしょうか。さあ、それから15番の栄新千年ですね。はい、馬のスケールって持ってるもんか言ったら、本当にこれ関東で合わせても5本の指入れる馬だと思うんですよ。今日450キロでマイナス12キロになってるんですもん、ですからね、ここに来て急激にこう仕上げたというかね、その辺がどういうもんでしょうかね。まあ硬い中京コースをあえて控えたんですかね。それから16番が吉野ジェーンです。この馬9勝3馬ですね。426キロでプラス4キロです。
17番が東海ビスタ、462キロでマイナス2キロです。この馬どんな風に見えますか？落ち着いて、なかなか馬は大きく見せてますからね、体調も悪くないと思いますね。それから18番がアグネスパレード、桜花賞男の異名を取る川崎氏が騎乗しますが、462キロでマイナス8キロ、また減りましたね。はい、この系統独特のこの火花の作りっていうんでしょうかね、競馬使い込んでいくとね、体重が徐々に減っていって、それでお腹の線もね、ぐっとこうすごいゼッケンの下あたりになるとかなり細く見えるでしょ。ですから脅威が大きいから余計ね、この火花のその薄さっていうんですか、それが目に入るんですよね。ですから初戦はとにかくね、太め残りだったんですよ。ですからこの馬の基準体重がどれなのか、そういった意味では今回この体重が走ればね、この辺がこの馬の系統の基準体重かもしれません。おばあさんのアグネス、レディもね、こういった発汗がきつくて、どちらかといったら競馬でこう薄く見せた系統ですからね。まあ新馬戦1月30日に使って、その時から36キロマイナスになってるんですが、そうですね、その辺りはどうなんでしょうか。さあ、この桜花賞へのステップレースが4つありましたが、そのレースをちょっと振り返ってみたいと思うんですが、まずローブモンタントが勝ったエリフィンステークス、ちょっと見てみましょうか。これ直線だけで競馬してるのか、飛んでくる先頭道の馬ですね。そうですね、ここからは本当に問題なく奥の深さを感じましたね、この馬には。そうですね、ここまで参戦しているんですが、負けたのが外国サンバのシアマゾンだけなんですよね。本当ですね、これ足元さえ無事だったらね、本当にどのぐらいこれから強くなるのか。はい、今日の1番人気このローブモンタントです。それから18番のアグネスパレードはチューリップ賞ですね。そうですね、これは非常にレース運び、もう完璧に近いほどのレース運びだったですね。外のこの1番の馬ですが、そうです、そしてゴール前オグニローマンに追い込まれてね、この辺オグニローマンに田原騎士が乗ってるでしょ、今日は田原騎士はローブモンタントに乗ってるわけですからね、どれだけアグネスの足が剥がれたか、そのあたり力関係ね、ですからこの両馬のレベルがね、このレースのレベルがどのぐらい今日通じるのか、その辺が鍵になってきますね、はい、さてパドック